寿司の先輩ですか？用があるとかでさっき帰られました。それは。
ちよかった。昔私の家で飼っていた犬の名前がポチだったんです。ポチは私の守護精霊なんです。守護精霊は主である死神族の能力によって姿を変えるんです。はい、私の兄の精霊なんてワイバーンなんです。はい、とっても。私のはその土の子なんです。私もこんなことは初めてで、一体なぜこんなことが。あの、キリュウ先輩。でも、それは…いえ、そんなことは…でも…先輩たちの画材とか片付けてたんです。いえ、先輩方皆さんお忙しそうですし、私よく頼まれるんです。でも、はい、
頭なんです。いつもは手伝ってくれるんですよ。あの桐生先輩は鈴篠先輩のこと。いえ何でもないです。ごめんなさい。仕事になると手が震えちゃって鎌がうまく使えないんです。親戚の私と同い年の子なんかもう独り立ちしてちゃんと仕事もこなしてるのに。早く兄みたいな立派な死神にならなきゃって思うんですけど。はい、兄は以前うちの学校に通っていたんです。まだ18だけどもう上級の免許持ってて。それはその優秀だったから特別に許されたって聞いてます。私時々思うんです。自分は死神やってていいんだろうかって。このままで本当に自立できる死神になれるんだろうかって。でも、先輩、ありがとうございます。とかされないんですか？誰と行くんですか？いえ、ごめんなさい。鈴篠先輩とは？そうなんですか。
はい、水彩画を何点か。本当は一人一点でいいんですけど。私、この前の地区コンクールで金賞取ったんです。で、先輩方に、私の絵が一番見栄えするから、できるだけたくさんの絵を学園祭に間に合わせるようにって。そうなんでしょうか。でも私なんか、鈴篠先輩は応援してくれて、いろいろと手伝ってくれるんですけど、私の絵なんて。あ、はい、努力します。鈴篠先輩は3ヶ月くらい前に入部してきたんです。私が誘ったんです、美術部に入りませんかって。その鈴篠先輩、私の絵が出展された地区コンクールを見に来てくれたんです。たまたま表を通りかかっただけって言ってましたけど。先生が認めてくれているので、授業中に呼び出しがかかっても平気なんです。でもそれで困ってることもあるんです。授業を抜け出すことが結構多いから、お勉強がクラスのみんなから遅れてしまって。